さあ、いよいよ始まりますこの一戦。好ゲーム必至の対決に大観衆の期待は高まるばかり。東邦対大友、ここ埼玉ワールドスタジアムは割れんばかりの大歓声。そして今、大歓声に揺れ動くフィールドに両チーム入場です。センターラインを挟んで両チーム睨み合い、開始の笛を待ちきれないといった様子。緊張の面持ち、選手たちがこの一戦にかける思いがこちらにも伝わります。ここで両チームのスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはホームサイド、東邦。4人で中盤を構成する形になっています。最高峰の若島津君を中心とした堅固な守備から、テクニシャンの澤田君がボールを運び、エースストライカーの日向君がゴールを仕留めます。そしてアウェーサイド、大友。4人で中盤を構成する形になっています。キャプテン浦部君を中心とした大友カルテットの堅い守りから、俊足のエース新田君が仕留める堅守速攻を武器としています。まもなくキックオフです。今キックオフです。それそれはっ、そうだよ。やっ、あとドリブルを見送る浦部君、このスライディングが決まった。絶対に決める。ノータックルのアラビトシュートで、このボールに飛びつく若島津君、これはキャッチできない。川口、こぼれ球をキープ。新田君、激しいタックル。田上君、ゴールを狙う。ロングパスだ。ロングパスを受けます。慌てて守備に戻ります。いけ見たか、邪魔だ。よっしゃ、いけ。フィールドタイガーキングだ。一条君、横に飛んだ。さあ、ボールを打たれた。中山君、激しいタックル。小松君、ボールダッシュ成功。そら、敵陣へ攻め込みます。パスを出します。中山君、行くか。ここは抜かせません。中山君、パスを回す。センターラインを越えて攻め込む。ソリマチ、キシガ君、激しいタックル。ヒューガ君、ここで止めた。それ、あとドリブルを見送る。ここにかわして突破。ヒューガさん、このタックルは勝手に終わります。ヒューガ君、シュートだ。このパスをトラップ。よっしゃ、このスライディングが決まった。横をすり抜けた。このタックルは2つに終わります。鋭いスライディング、かわして振り切った。小池君、スライディングでカット。前半もすでに15分が経過しました。ここからさらに白熱した展開が期待されます。守備陣の隙間を狙う。もらった。はあ、ゴールラインを越えてしまった。キーパーからのリスタートです。長いパスが通過。東邦、まだ守備の体型が整っていません。よし、はっ、石丸君、激しいタックル。長い距離のスルーパス。おら、ドリブルでボールを運ぶ。そら、シマノ君、横にかわして突破。そら、早くはパスを出した。ヒューガ君、ゴール前に持ち込んだ。ニッタ、ニッタ君、ロングパスを受けます。パスを奪い返した。このパスは通らない。ソリマチ君、ここは抜かせません。敵陣へ攻め込みます。かわして振り切った。これはゴール抜きだ。ほら、ここから一気に攻めたいところ。
これがタイガーショットだ。独自の閃光がたける。ゴール隅に決まった。俺は世界一のストライカーになるんだ。ここだ。ほら行け。これがタイガーショットだ。ここはパスを出した。浦部君素早く横にかわす。ここでパスカット。小池君ここはパスを出した。反りますさん、パスを出します。島野君ここはパスを出した。敵陣へ攻め込みます。ここで大きく回転で素早く横にかわす。体ごとぶつかっていった。パスが決まった。横にかわす。止められない。必殺のシュート。ここだ。これは反応しているぞ。一条くんボールはまだ生きている。ここでボールを受けた。西尾くんここで止めた。素早く横にかわす。西尾くんここからロングフィードを送った。新田くんセンターラインまで攻め込む。あとドリブルは見つける。鋭いスライディング。一旦後ろに戻します。反町長いパスが通った。そら高を出してくる。東方前半を終えて一歩リード。しかし試合の行方はま、さあ注目の後半戦。平岡君このボールもコントロール。日向君スライディングでカット。東方ここでキャプテンにボールを託して勝利の一撃を狙うか。これがタイガーショットだ。これは反応しているぞ。これがネットに突き刺さる。ヒューガ君勝負。俺は世界一のストライカーになるんだ。やめるな。これがタイガーショットだ。このパスのトラップ。それどうだ。ドリブルでボールを運ぶ。ヒューガ君次々にかわしていく。ヒューガ君パスを回す。ソリマツ君激しいタックル。渾身のシュート。必殺のシュートが放った。これは見事にキャッチ。ダイレクトでパス。ここでチャンスを潰します。西尾くん素早く横にかわす。岸田くんここはパスを出した。新田くんここからチャンスを作れるか。一気に抜き去る。新田くん連続突破で見せます。早くシュートだ。それ若島津くんゴール正面でこのシュートを迎え撃つ。おっとこれはコースが悪かった。東方ゴールキックで仕切り直します。このパスは通らない。スライディングで止めた。お構いなしに突き飛ばす。止められない。くらえ。フィールドこれがタイガーショットだ。このボールに飛びつく。一条くんボールはまだ生きている。ヒューガくんクロスを上げた。ここでチャンスを潰します。ここからロングフィードを送った。ハイスピードでかわす。体ごとぶつかっていった。ロングボールを送る。それそれ。ここでスルーパス。スライディングで止めた。大友これはコースの連携を一段と高めてきました。新田君一気に抜ける。これはごぼう抜きだ。体ごとぶつかっていった。川辺君ロングパスだ。行け。ダイレクトでパス。浦部君ここで奪った。それドリブルで突破。新田君シュートまで持ち込めるか。早くさシュートだ。ここ鋭いシュートを放った。若島津君ボールはまだ生きている。ハーフしてしまった。キーパーからのリスタートです。シュートパス。日向君このボールをコントロール。よしここはパスを出した。反町さん反町くん
パスを出す。岸田くん、ここは抜かせません。新田くん、ここからチャンスを作れるか。それ、あっと奪い返した。いけ、はっ、ヒューガさん、ありがとう。ヒューガさん、あっと、その位置でパスカット。高尾くん、パスを回す。はっ、あっという間に抜き去った。ドリブルでボールを運ぶ。高島くん、激しいタックル。もらった。東方、ここでキャプテンにボールを託して勝利の一撃を狙うか。これがタイガーショットだ。一撃がボールを襲う。止められない。ヒューガくん、鮮やか。このためにグラウンドに立っているんだ。もらった。いけ、これがタイガーショットだ。ここだ。それ、長いパスが通った。もらった。ぶつかっていった。それ、素早く横にかわす。パスを回す。くらえ。もうこの、これがタイガーショットだ。これは反応しないぞ。ゴール隅に突き刺さった。まさに信頼してくれるみんなのために勝つ。よっしゃ。そんな、くらえ。これがタイガーショットだ。このパスをトラップ。ヒューガくん、スライディングでカット。敵陣へ攻め込みます。シュートを放った。一条くん、これはキャッチできない。中尾くん、パスを放つ。反町くん、激しいタックル。もらった。パスを奪い返した。はぁ、石原くん、このスライディングが決まった。後半もすでに3点が見たか。よしからゴールを奪えるのか。素早く横にかわす。東方、ここでキャプテンにボールを託して勝利の一撃を狙うか。一条くん、このシュートに反応している。只見くん、このボールを拾います。横にかわして突破。只見くん、パスを出します。このタックルは不発に終わります。もらったぞ。はい、まさに圧勝。ゴールラッシュで力の差を見せつけました。